おいそこんにちは、おめりです。今回は転生ハドラー使っていきたいと思います。バインダースキュープラスに封印耐性、お邪魔耐性プラス10強10強50倍化強化が2つですね。超覚醒にさらに50倍化強化があるのでこれも使っていきます。でこれによって、火がね盤面にあった時も普通にね、火1セットでも10億超えますね。で自分インハンス6倍っていうこのね最強スキル6ターンで打てる、これ使えばさらに42億出ます。すごくね、火1セットで42億出ます。でスキル内容は50倍以下で使用可能の2ターンの間属性吸収とダメージ無効貫通です。これもまた良くて、今回はこれを使って裏マローでねトグロマヒトの編成に入れていきたいと思います。トグロの方には今回はこれはバルディターンの武器をつけております。まあ列強化のスキル武器であれば何でもよかったっていうところですね。はい、ということで変身後はこんな感じで 3.4 倍軽減です。変身前にスキルが1個増えたりしてるので結構変身しやすくなってます。相方はマヒトですね。マヒトは変身して 1.8 倍半減で、上にはムヘトジーバをつけております。でハトラーには今回アマツね。でアテナの方には手塚をつけて、ベリアルの方には、アルバート封印耐性欲しいんで、でサーバントセイバーウルターにはメノアつけてます。こいつはドロリフ要因、あと、まあ、半減回復力とかね取り戻したりできますので、オークリン主の階層とかで打っていければいいかなっていうとこです。はい、ということでいきましょう。バッチは回復バッチにしてます。普通に回復でもこと足りるので HP はもう復帰力が大事なんでね。はい、じゃあまずは、メノアで遅延打ちまして、でトグロ1段階目変身して、でとりあえず待ちまーす。でアテナの上の手塚打って変身できるようになるので変身します。で変身したら、香水圧爆発、なんてうん、なんか、うん、打ちまーす。はーい。で、ここ、10強をちゃんと決めてあげれば、50倍以下強化とか関係なく、突破できますのでね。問題ないかなと思います。で、まあ、気になる方は、楽したい方は、アテナ打ってください。アテナ打つことによって、なんか、ベーンって消したら削れます。もう本当にこんなんでいいんです。こんなんでいいんですよ。まあハドラーはねあれだとあんまり火力出ないんですけど、本にトグロとアテナがいっぱい出すんで、でここに関してはまあ欠損することはほぼないと思うんですよね。マヒとかトグロか打っていくんで、ダブル変換なので2人とも基本ないとは思うんですけど、一応保険をかけてのアルバート遅延2ターン打ちながらの、変換スキルなので、まあこれで欠損をなくしていくという感じですね。あーこれエンハン打ってないから、うん、さすがにナイプナイプしすぎた。エンハンス打たないとさすがに21億出そうと思ったらきついね。はい、まあ、もしくは10コンボ。ちょっと今回ナメップしたので一旦余分にかかってますけど、でもこああでもここの余分の一旦は、いや意味あるな。ここの余分の一旦むしろかけたからこそ意味があったかもしんない。ここ待っていいかも、むしろ。なんでかっていうと、4階層にベリアルがね、ちょうど溜まるんですよ、これやると。あの、勢いよく今のを2階で突破しちゃうと、ベリアルが溜まんないので、あ、これはね、正解の立ち回りですね、はい。うん、あっこで一旦待つのは完璧でした。これは、狙ったかのようなミスです。まあ、ミスから生まれるからね、大体、使い方とか、そういう攻略。結構僕そうなんだけど、意外とミスったことによって、なんか、あ、これってこれでいいんだ、みたいな。あ、ここ一旦待てるんだ、みたいな。まあ、そういうのがね、意外と見つかったりするんで、皆さんね、ミスはたくさんしましょう。たくさん死にましょう。はい、そんな感じですね。うん、この編成に至るまでに僕、裏マローで結構死んでますからね。以上、死亡報告でした。これでね、ベリアルが溜まるんですよ。まあ、こんな感じ。潜らないと気づかないからね。でここはねベリコちゃん打って、今回ルーレットなんでいいですけど、回復がね盤面にあんまりない場合はベリコちゃん打つのはちょっと待った方がいいかも。盤面に回復を4-4ぐらい呼びたいね、欲を言うとね。225,000いるんですよ。はい、今4-6とかで消したけど225,000ないとここ受けれないので、はい、まあそこだけねちょっとしっかり回復してください。次もちょっと回復しよっかな。
OK ですね。ちょっとあんまり雑なことはできないですね、ここは。もう最初だけ雑にパズルできるの。回復の温存とかいろいろ大切なポイントがあるので、この次ね、回復残しとかないといけないか。いや、次は大丈夫か。次の次かな。ここはね、目の打ちます。目の打って、とりあえず2ターン待ちましょう。で、ここはまあ雑にいけるな。これでいけるっしょ。OK。で、ここかな。ちょっと回復しときますか。次、一応先制攻撃あるので、あと、まあ、いろいろなんやかんやされます。ドロリフするし、まあ、いろいろあるんで。回復力激減かな。やってくるので、あと、まあ、ウィローウィスプとか出た場合に関して、あの、盤面光花火ね、これだったらされちゃうので、まあ、そこだけね、対策必要かなと思います。で、今回に関しては、盤面あるし、まあ、とりあえず、ちょっと回復力激減でも頑張っていこうかな。多分ね、激減なんかな、これ。半減なんかな、わからん。激減っぽいかな、回復力的に。復帰力怖い方は目の輪じゃねえわ。セーバーボルト打った方がいいか。で、この次もね、回復置いときたいので、まあ、今回はセーバーボルトを温存してますので、あ、ちょっと消しなさすぎた。OK。あ、でも回復結構あるな。十分。次、ベリアル打つので、ベリアルってね、HP1 になった時の復帰力に問題が出てくるんでね。まあ、打たなきゃいけないねっていう、回復残しとった方がいいねっていう。覚醒無効と消せない状態ね。はい、じゃあここはしっかり4つ消しあるんで使っていきましょう。あ、ナイス。あ、ナイス。過剰です。次も豪山ゼミョン王がね、どういう先制攻撃だったっけ。あれ、割合からのちょっとパンチだったっけ。なんかしてくるよね。なんかしてくるんで、ここ10強で抜きますわ。どうせあれか、トグロが倍強いないからダメだったわ。エアップだったわ。まあ、やっぱ自傷しないといけないね。自傷しながら回復しないといけないね。じゃあ8階層、これがさ、先制攻撃が割合ちょいパンチ、これが耐えれればまあ問題ないかな。アテナ打てるんだけど、まあ、盤面あるんで、もう打たずいきますわ。どうせ次の階層とかで打つと思うんで、うん、まあこんなもんでいいでしょう。じゃあこれで突破していきますと。 OK ですね。盤面めっちゃあるな。で、9階層は出なかったです。出番が、まあ、確定打ちしようか。どうせ溜まっちゃうしな。じゃあここでね、あ、でも盤面広がっちゃったんで、あ、そっか、50倍か強化にしないと。広がっちゃったんで火がいっぱいあるんですけど、これ 3個1セットでね、普通にあれなんですよ、乾燥するんですよ。ちょっと今回いっぱい消しますけど、ちょっとね、盤面が多すぎて火いっぱい消すんですけど、一応出るんですよ、3個だけで。うん、信じて。よいしょ。じゃあ2パンですね。じゃあこれ突破しますと。 OK。 さあ10階層奥に出ました。まあここは確定打ちセイバーかな。セイバー打って、とりあえず奥にが出た場合は一旦待ちになるので、一旦待ち。じゃあ一旦待って、じゃあ突破しちゃいましょう。
じゃあこれで突破で OK ですね。でまた次ね22万5000ダメージが飛んでくるので両方チームアテナが下がらない。 OK ナイス。今回ルーレットあるんでラッキー。まあ回復力はめっちゃ高いからね本当に。全回復したわ。じゃあここで22万5000の攻撃を受け切ってじゃあ突破しちゃいます。ちょっとオーデドラはマジで出てほしくない。いろいろめんどくさい本当に。本当にいろいろめんどくさいんで。無効貫通2ターンしかできないじゃないですか。でもジルレガーとワンパンできないんですよ。副属性闇の枚数とかないしベリアルいるし。なのでまあ1回目素で殴っていくような感じになっちゃうんですよね。だからねちょっとここは2ターン待ちます。なのでできればオデドラはオデドラだけはちょっともうめんどくさいだけなんで引きたくないですね。ここは2ターンとりあえずハドラーが溜まるまで待ちということで。でね今大の大冒険そう僕見てるんですよ何気に。こんな顔して見えてないと思うけど、あのね大の大冒険見ててネットフリックスで見てるからね、あのリアルタイムで土曜日やってんのかな日曜日やってんのか分かんないけどあれより若干遅いよね。なんかねしかもね5話ずつ追加されるの。なんかリアルタイムでこう鬼滅みたいに0時になったら1話とかそういうんじゃなくてなんかある程度日が置いたら1話みたいな5話か追加されるよみたいな。これハドラ打ちます。あ今回ハドラのあれいい感じに軽く見せれる。で今ねハドラーとダイの一騎打ちですね。はい激アツです。結構ねハドラーは敵なんだけどもちゃんとね戦士的な心を持ってる。ちゃんとワンオンワンでやる。はいハドラー42億卑怯な手を使うのが嫌いねこの人はね。もうねもうやめてよーねもうやめてよー。ちょっと溜めていい溜めていいかなもう。だってさこれさこれさ何が起こるか分かるでしょ。これさちょワンパンしなくていいんだけどな。ワンパンしなくていいんだけどな。だからよだからよこれワンパンでいいねんよ。ベリアル4ターンハドラも4ターンって感じになるでしょ。くそーやられたぜ。耐久します。じゃあここでハドラ溜まったのではいじゃあここで持っていきたいと思います。これ打って火も消してあげた方がいいですね気持ち。秒数11秒なんでこれでいこう。OK かな。これでしっかり削ると OK ですね。操作時間短縮とうんぬんかんぬんで、回復43あるんで盤面がちょっと少なかったか。まあでも大丈夫でしょう。一回素で削ります。全回復するのではい、OK。まあ、80数パーセントかな。で、ここを普通に素で受けます。小賢しくなって、終わらせてやる。まあ、そうして、長いな。受け切って、で、打って、で、これ、アテナ打った方が良かったかな。まあ、いいや。で、あとは、とりあえず、無効貫通。組んであげれば終了ですね。最後組めなかった闇が、まあ、こんな感じです。一応僕の想定していた立ち回りは、まあ、無効貫通組むだけでもね 50% とか削れたりするんでまあ全然いけるかなと思います。はいということでまあこんな感じで
結構ねハドラーもダンジョンを選べばね役に立つスキル持ってるけど、50パイク強化活かせ編成がまあねっていう感じなんで、はい、まあちょっと昔のダンジョン周回には使えるんじゃないかな。あとはまあ簡単な降臨とかにも使えるかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。